子はちょっと温暖化だから確かにね、一緒にね活動できなくなっちゃうけど、そこが寂しいけど、でも温暖化でまたいつかお出かけしようと前言ってた。そう、最近はねちょっとあんまりその話進んでないけど、ちょっといつか前はね、そう2回ぐらい行ってるんだよね、お腹で。私は行ってないんですけど、全部私はいなかったんだけど私的に行って合わなくて、予定が合わなくて、最初は3人で次が4人、そう全部私いない行けなかったんだよね。そうだからいつか行きたいんですよ、5人全員でそう全部用事がある日だったそのくらいつか行きたいけど。早起きではない。どういうこと？どういうこと？明日は早起きではないけど、そんな あ、ぴゅんちゃんが早起きらしい。でもメンバーみんな早起きってわけじゃないと思う人それぞれワントリの次やな、ワントリの次アニメ、アニメやね、まだ何があるのかな、これで見れたっけ、いやこっちでは見れないな、何かあなんか探して、ヒロアカも見てないし途中までで見てないからヒロアカでもいいけど何か見ようかなみたいな。でもとりあえずアバランチ見て、あの途中からね見てない話から最後まで見れなかったんだよね、バランチ見て、あとは何か面白そうなのがあればかな。マンドトリガーのヤンキーってもう始まりそうな感じ、いやもうなんかそんな始まりそうな感じはなさそうだった。私もそれ気になってね調べてみたの、でもあんまりうん始まりそうな感じではなかった。海外ドラマあんま興味ないんだよねあんまりなんか流行ってるドラマあるよね今、韓国のなんていう名前か忘れちゃったけど、イカゲーム、いやイカゲームじゃない、イカゲームはでもちょっと前じゃない、
今流行ってるやつ、韓国の。見始めたけど面白い。ワールドトリガーかな。ワールドトリガー面白いよね。ダーウィンズゲームもおすすめ。でもダーウィンズゲームはアニメは全然出てないから、アニメはほんと最初の方しか、多分出てないんだよね2期アニメ。そう、漫画はめっちゃ進んでる。漫画で見てる。今見てるドラマ、今見てるドラマはないドラマは何も見てない今。ダイズゲームがおすすめかなと。ダイズゲームはでもアニメってより漫画、アニメあんま出てないから。漫画はでもめっちゃ進んでる。漫画とアニメどっちで見る？クールはアニメ。漫画は見れてないまだ。漫画も見たいんだけど、アニメしか見てない。アニメは全部見た。最近ドラマ忙しくて楽さすね確かに。なんか前はねすごい、なんだろうな、なんかそのなんかドラマの CM みたいな流れて面白そうと思って見てたんだけど、一回さ見てなくって、なんだろうな、あの前のクールのドラマ最終話らへん全然見てなくて、もうそっから何も見てないね。今何のドラマが合ってるかも知らないくらいだから真犯人フラグもね、そう見れてないからさ、今やってるやつも。そうだから見てない。そっから何かあったの？いや普通に時間がなくて見れなかった。それでそっからだから見てない。ちょっと見てなさすぎて、真犯人フラグ見たいけど見てなさすぎて、今から見始めてもさつまんないなと思って、見るんだったら全部見たいから。話も最終回見て、あ見てない、全部見てない気がする。最終回配信系が相性いいね。配信系が相性いいどういうこと？エイペックスログインしたキャラクターもね、あログインした、昨日したもらったよ。オクタンまだ使ってないけど、なんだっけ新しいキャラクター、新しいキャラクターアンロックした、今使ってる。でもまださちょっとしかしてないからさ全然使えてないんですけど頭ギア、それ使っ、なんか強そうだったからアンロックして使ってみてる、使ってみてるけど、でも前回もアッシュ使ってたけど、アッシュがなんかあんまり、そう強いけど
難しくて、結局ライフラインにして、最後、もう最後の方でライフラインに書いて作ってた。じゃだから最近はずっとライフライン使ってたんだけど、新シーズン始まるまで。昨日新しいやつやって、新シーズンでそのマットマギーをアンロックして使って、今マットマギーにしてしたからミニストップで京子ちゃんの好きなものが始まる。え、プリンパフェ？え、全然知らなかったんだけど、ミニストップ全然行かないから。大分2店舗しかないんですよ。しかも同じところに2店舗。え、見てみよう。なんだっけ、ミニストップ。え、これだ、生焼くプリンパフェ。めっちゃ美味しそうめっちゃ美味しそう。食べたいな。最近全然食べてない。リニューアル。美味しそう。発酵バターっていいねいいね。いつか行けそうだったら行こう。ミニストップね、そもそも少ないよね、お店自体が。どこでも、東京とかもさ、あるのはあるけどって感じじゃない、少ない。ミニストップってなんかスイーツ系めっちゃ美味しいものばっかりある。美味しそう。ミニストップのさ、あのレジ横のさ、なんかチキンとかも好きあ、でも今も結構いろいろあって美味しいんだよね。餃子ドッグとか、なんかディズニーにあるやつみたいあるよね、餃子ドッグみたいなやつ。美味しそう。行きたくなってきた。ミニストップいつか行けそうだったら行こういつか。あ、クッキーありがとうございます。皆さんありがとう。たくさんバレンタインのギフトありがとうございます。餃子ドッグはディズニーシー、あ、ディズニーシーか。でも食べたことないんだよね。なんか美味しいっていうのは聞いたことあるけど食べたことはない。気になってるけど最近行ってないからさ。です、行きたいけど寒そう寒そう。ディズニーシーとか特にでも暑いよりかは全然いいんだけど寒そう。冬のディズニー寒いよね。C 特にそんな何回も行ったことあるわけじゃないけど、冬なんか夏にあんま行かないから基本行くのが冬なんだけど、夏暑いからさ、そうまだ寒い方がいいじゃん。だから冬に行くとしても冬なんだけど、いつも何月頃かな、11月とか12月も何回か行ったことある。1月はないか、2月とか
いつも寒い。でも5月に行った時は5月はめちゃくちゃ暑かった。普通に暑かった5月で、多分ディズニーシーに行ったんだけど、5月暑かった。夏にディズニーランド行ったこともあって、それも暑かった。夏もディズニーランド暑い。長袖着れるからその方が好きなの。いや長袖着れるからっていうよりかは、いや夏は暑さはさどうしても無理じゃん。冬で寒いのはさ厚着すればいいだけじゃん。だからそういう意味。使わないの、暑さに弱い。エアコン普通に使うよ。普通に使うよ。でも夏めちゃくちゃ暑かったんだよね。いつかな。一回か夏に行ったのは。何月に行ったんだろう。全然覚えてないんだけど。めっちゃ暑くて、そっからもあんま夏に行ってない。暑いから。7月8月9月とかもう行かない。5月のない暑かった。5月普通に暑かった。冬でスカート履ける。冬でも普通にスカートを履くよ。寒いけどね。自分の着たい服を着る。この人は激アツなんか。いやディズニーだから千葉だよ。ディズニーだから千葉。5月にディズニー行った時の話でしょ。千葉だよ。千葉の東京ディズニーランド。そう千葉の東京ディズニー。確かに確かに東京ってつく。購入名が数したとか持ってないんだよね。そのなんか別れてるタイプの。持ってない。近くにジブリのテーマパークができるんだっけ。愛知にジブリのテーマパーク全然知らないけど。え、そうなの。知らなかった。全然知らない。
に靴履いてお出かけするまた基本靴かな、サンダルかって言いたいんですよ多分。サンダル持ってないから、サンダルより靴の方が好きなんだよね。なんかスニーカーとか、なんだろう、なんていうの、あのタイプなんていうのかな、ショートブーツとか。サンダルは持ってない。サンダルより普通靴の方が好き。靴下履いて履くタイプの方の靴の方が好きだから。夏にブーツ履くの、暑く、ブーツって言ってもあれだ、なんか短いやつ。短いやつ。エイトの日のファッションショーの時に履いてた靴、あれぐらいしか持ってないけど基本履かないから。靴、あとはヒールのある靴、なんて言うんだろうな、ああいうとか。シュークにロングブーツ、ロングブーツ持ってないんだよ。確かに可愛いけど、可愛いけど履いてるの見て可愛いなって思うけど、私は短いブーツの方が好き、自分が履くなら。新しい靴買った、あ、買った、あ、届いたよ、はい、ネットで買ってさ、この間、最近届いた。まだ箱に入れてるんですよ。まだ履いて出かけてないからこの靴めっちゃ厚底。陽介靴を買いました。気になってたんだよね、この靴前から。これ7センチくらいかな、7センチくらいの厚底買った。そのサイズ小さくない？これ23センチです。めっちゃ可愛い。歩きにくい、いや歩きにくくはないと思うけどな。そんなになんかこのかかとだけ上がっ、なんていう、上がってるタイプ、なんか普通のヒールよりかは全体的に上がってるから、そんなに歩きづらくはないと。靴そこのせ、これはね7センチぐらい、7センチ。可愛い。チャックがついてて横に。普通に脱ぎ履きしやすそう。可愛い。あと、そうこの靴気になってて前から。雨の日用の靴は特にない。ない。有名なブランド、多分有名。陽介って。これ普通に私服の時です。普通に私服の。
見せたけど歩くの遅そうだよね。歩くの早いって言われるめっちゃ早く歩いちゃう。分かっちゃうんだよね自分でも。一人の時とか早く目的の場所に着きたいみたいな陽介英語でローマ字陽介。多分有名なところだと思う。お店聞いたことある。 前に聞いて。そう、その時から気になってて買ってみた。防水機能、防水機能わかんない。わかんない。なさそうだけどそんな。うん。すごい。ありがとう。フレーム。ありがとう。ありがとうございます。びっくりした。ありがとう。助けて日本人の名前みたい。確かに。でもなんか英語で書いてあるからこう見た感じはなんか海外のブランドみたいひらがなでとか漢字で書いてたね。確かに。靴ネットで買ったの。あ、靴は初めてかも。他の服とかはあるけどネットで買った。初めてか。スニーカー今何。スニーカーはこれが届いたから今度からこれ履こうと思ってるけど、前までは前も黒いやつ履いてたからのアディダスのやつ。それがちょっとボロボロになってきたからさすがに新しいのに買い替えなきゃと思って買った。ネットで買うものって基本着もある。うん、なんかそういうものによるかな。何やる。なんか着払い以外の支払い方法が私ができない時は着払いだけど、なんか他に他の、うん、なんか支払い方法でできる時は違うの選んで。着払いってめんどくさいじゃん。違うのにしたりとかもするけど、その時によってかな。充電がなくなってきた。よ
スってメーカーによって横幅違うか。確かに横幅違う。そうなんだよね。でもこれは大丈夫そうだった。まあ片足だけしか入ってないんですけど、うん、そう大丈夫かなと思ってサイズ感とか履いてみたけど、それ大丈夫だった。そう片足だけ試し履きしないと。全部見て服は、でもそんな今までサイズ合わなかったことないかも。で服は基本フリーみたいな、フリーサイズが多いからね。そのなんかちょっと、おーなんか画面おかしいな、なんか画面おかしい。なんか待って、なんか画面おかしくない？暗くなる一瞬。佐々木俊介かっこ福岡聖奈大好きさん、待ってなんか画面がおかしい、ちょっと待って、なんで、ちょっと待ってね、ちょっと一旦止まるかもしれない。戻った、なんで戻った。よいしょ、ちょっとホワイトボードさせた。ちょっと止めたら戻ったかも。なんかおかしかったね。暗くなってた。よいしょ。これは何と、なんだっけこれ、ちょっと待って、ギフトの名前。ああ携帯が落ちた。作りくまちゃん、くまちゃんタワーにしたっけ昨日。ああしゅんすけさん、くまちゃんとはありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。うん、55分、泣き分もないとだ。
じゅーん、3位から読めます。13位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位、おんともさん、ありがとうございます。11位、としのりさん、ありがとうございます。10位、香港の春マートマーク強化おじさん、ありがとうございます。次、9位、バトニーさん、ありがとうございます。8位、WY アットマーク影の守護神さん、ありがとうございます。7位、ラスカールさん、ありがとうございます。6位、ニャーコさん、ありがとうございます。5位、ジョークスナーさん、ありがとうございます。4位、元気さん、ありがとうございます。3位、ヒューガナッツさん、ありがとうございます。2位、グランツさん、ありがとうございます。そして1位が佐々木俊介学校福岡セイナ大好きさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。ちょっと待って、時計、時計、ありがとうございました。明日の配信も夜する予定です。もうお風呂入った感じ。そう、もうお風呂入った。お風呂入った。前髪も切ったし。よくじゃないけど、ワールドトリガーではワールドトリガー面白いよね。もう全部になっちゃったけど、めっちゃ面白い。めっちゃ続きが気になる感じで終わった。そう、次が早く見たい感じで終わっちゃった。めっちゃ面白いよ、最近も。サム君とチカちゃんの成長がすごい。あ、もうちょっと行けちゃう。明日も夜配信ね。なんかまた面白そうなアニメ見つけたら見始めようかな、それ。最近またアニメ見る気になってきたから。じゃあもうちょっとで。また明日も夜配信です。今日と同じぐらいかと思います。じゃあありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ、おやすみ。